今回のプレイステーションショーケースイベントは失敗だと思います。ちょっと落ち着いてほしい。あのイベント自体が丸ごと失敗だったというふうには思っていません。ただショーケースイベントとして見るとかなり激しく失敗してしまっていると感じています。ちょっと今回のイベントで見せられたゲームのラインナップっていうのをざっくりと見たいんですけども、たくさんのゲームが見せられました。フェアゲームズ、これがヘイブンスタジオのやつであるとか、ヘルダイバーズ2、イモータルズオブエビアム、ゴーストランナー2、ファントムブレード0、まあ、いろいろあるんですよ。でこのリストめちゃくちゃ長くて、合計してやると実際ゲームイベントを見ている最中だとそんな多くは感じなかったんですけども、最終的に並べてやると普通に30本ぐらいここにありそうな雰囲気があります。イベントとしてはゲームの本数的に見ても悪くない感じだったと思います。じゃあどうして、こんなに満足度が低いのか、ひとえに期待感だと思います。でよく聞く、期待感が高すぎた、期待感を勝手に高めすぎて勝手にがっかりしているだろうとっていう部分も言いたいことはわかるんですけども、賛同はできない。でその理由がこのプレイステーションショーケースイベントが何なのかっていう部分です。今回のプレイステーションショーケースイベントで実際に何本のプレイステーションファーストパーティータイトルが公開されたのか、数えてる人どれくらいいたか分かんないですけども、最終的には4本でした。一番大きなやつ、スパイダーマン、これは誰しもが分かる部分だと思いますけども、続いてマラソン、これがバンジーが作っている新作となっています。でその後フェアゲームズ、これが新規に買収されたヘイブンスタジオがずっと取り組んでいたと噂されていた新作となっています。そして最後の一つがコンコルド、これがファイアウォークが開発しているものとなっています。 FPS シューターらしいです。合計4本です。うち何本がプレイステーション5やプレイステーション VR2 もここでは入れようと思うんですけども独占でしょうかと。スパイダーマンのみです。でここではっきりさせないといけないのは、自分自身別に独占タイトルこそが全て、独占じゃないサードパーティーというか、マルチプラットフォームゲームは全て悪だみたいなね、そんなことを言っているわけでは決してありません。マルチプラットゲームも、素晴らしいものはたくさん存在すると思いますし、マルチプラットだからといってそのゲームが悪化するというものでもないと思っています。しかしプレイステーションショーケースイベントとは何なのかと、プレイステーションのファンがプレイステーションに対して期待している新作とは何なのかと、実際サマーゲームフェスとかとして行われるような、いろんなゲームの新作情報を出すというイベントとして見ると、まあもちろん紙イベントとかそういう部類のものではないんだけども順当ぐらいかなと、1時間ちょいのイベントとしては順当ぐらいかなと感じるようなイベントではありましたけども、これはそういったものではなく、これは600日越しのプレイステーションショーケースイベントです。これは1年8ヶ月越しのプレイステーションショーケースイベントです。これで自分が間違ってたら、まあなんだろう、自分の認識が違ってて、まあそれまでの話ではあるんですけども、自分が思っているものとしてはプレイステーションファンがプレイステーションというプラットフォームに対して一番期待しているのは高クオリティなファーストパーティープレイステーション独占タイトルで、その中でも特に、まあ、ゲームジャンルとしてはプレイステーションファーストパーティーだと三人称視点のアクションゲームっていうのが増えますけども、とにかく三人称視点のアクションゲームであったりそれ以外であったとしてもプレイステーション独占ファーストパーティートリプル A タイトル、そういうところだと思います。そういう部類で見ると公表されたのは一つだけ、スパイダーマンだけとなっています。でスパイダーマンの映像めちゃくちゃ良かったです。一連のアクションっていうのはすごい綺麗でしたし、あとはゲームプレイの初公開だったのかな、あれは、ということでめちゃくちゃあの映像自体は良かったと思います。ステートオブプレイで良かったよね。特定の1本のゲームに注目したステートオブプレイっていうのがプレイステーションによって主催されているっていうのはすでに以前から確定していることですので、じゃあスパイダーマンの発売が近づいているならスパイダーマンに注目したステートオブプレイを1個やれば良かったんじゃないかなと。もちろん先ほどから話しているもの以外にも面白そうなゲームサードパーティーからたくさん公表されました。メタルギアソリッド、これラムダでいいのかな、ギリシャ文字だったらラムダで間違いないんだけど、それ以外のものだったりしないよね多分、大丈夫だ、うん。で、であるとかアランウェイク2であるとかドラゴンズドグマ2っていうのも非常に大きかったものだと思います。で人によってはアサシンズクリードミラージュも楽しみにしていると。このイベントが終わった直後に Xbox の方からこのようなツイートがなされました。 Coming to Xbox、
イモータルズ・オブ・エイビアム、ゴースト・ランナー2、マラソン、アラン・ウェイク2、ドラゴンズ・ドグマ2、メタル・ギア・ソリッド・ラムダ、プラッキー・スクワイア、テア・ダウン、アサシンズ・クリード、ミラージュ、タロス・プリンシパル2、キャット・クエスト、ネバ。もうこの時点で紹介されたゲームの半数近くが Xbox 側にも行くということが確定しています。で、繰り返し言いたいのは、別に Xbox に新作ゲームが行ってほしくないとかそういうわけじゃない。ただプレイステーションショーケースで見せるゲームはそういうやつじゃないでしょっていう話です。今回のプレイステーションショーケースイベントを見た後の自分の印象としては、これはプレイステーションショーケースイベントではなく、サマーゲームフェイス、ゲームズコムであるとか、ゲームアワーズ、そういったこう幅広いイベントのカンファレンスをキュッと短くして40分ぐらいに短くしたやつに、スパイダーマンに注目したステートプレイイベントをカチャって取り付けたイベントです。ショーケースイベントではない。プレイステーションショーケースイベントとは何なのかっていうねところにまた戻ってこようと思うんですけども、これは自分の勝手なイメージですよ。間違ってたらプレイステーションさん申し訳ありません。ただプレイステーションショーケースイベントっていうのはステートオブプレイとかとは違って、いろんなゲームを適当は言い過ぎだけども、いろんなゲームを幅広く見せるものではなくて、プレイステーションのファン、プレイステーションから期待されるようなゲームを楽しみにしているプレイヤーたちは、これからこれらのゲームを楽しみにしてください。プレイステーションはこういうゲームを作っていますっていうイベントだと思うんですよね。今回のイベントで見せられたゲームの中で、プレイステーションスタジオが作って、プレイステーションファンにこそ遊んでほしい新作がこれだっていうのは、ほんの一握りすらもなかったかな。ファーストパーティーのゲーム4つ紹介されたけども、うち3つはマルチプラットだし、数十本紹介された中でもちろん一番大きなゲームだったとはいえ、1本しかない、スパイダーマン2のみでした。しかもプレイステーションのファーストパーティースタジオが足りないせいで見せるゲームがどうしてもないんだよっていう状況ですらないんですよ。プレイステーションのファーストパーティースタジオっていうのは現時点で世界中に20カ所以上存在します。かつそのスタジオのうちの大部分かどうかはわからないんだけども、ある一定数っていうのは2チーム3チームでの展開をしています。ということでチーム数で換算するとおそらく30チーム以上とかあるだろうと思います。30チーム以上が頑張って取り組んでいる様々なゲームのうちで1個しか見せられないっていうのはやばいと思う。プレイステーションの今回のイベントでの最大の失敗っていうのは、イベントの内容自体が悪かったことではないと思います。イベントの内容自体めっちゃ良かったわけでもないけども、めっちゃ悪かったわけでもないと思うんですよ。ただこれをプレイステーションショーケースイベントと呼んでしまったことが多分最大の失敗だったんじゃないかと思います。ここまで話して結局勝手に期待して勝手に失望しただけじゃんっていう風な意見を言われそうな気がしますし、その意見自体完全に間違ったものってわけでもないと思いますが、自分のこの気持ちっていうのは自分だけのものではなくて、ネット上いろんな場所を見ても、こういうことを同じようなことを言っている人っていうのは結構見かけます。自分のように期待しまくっていた人っていうのはいっぱいいると思うし、その期待の裏付けっていうのは間違った場所から来ているものではないと思います。600日越しプレイステーションショーケースイベント、そんだけ大きな名前をつけるのであれば、その大きな名前に見合った内容を見せてほしかったと自分は思っていますが、どうでしょうかね。ぜひ皆さんの意見もコメントの方でお聞かせください。この動画楽しんでいただけたら高評価の方ぜひよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。